インタビューよろしいですか。おお、本当にかっこいいです。それどうですか、この来た感じは。下のズボンがすごい柔らかくて、動きやすいですね。足がすごい上がりやすいです。あ、そうですか。ぜひ、また、この今年のブルーユニフォームで勝率 100%、はい、よろしくお願いします。はい、みんなで予想していきましょうね。よろしくお願いします。この試合前に受け付けた質問コーナーに移りましょう。パトリックさんが質問を持っていらっしゃいますね。はいはいはい、本当にたくさん質問いただいたんですけども、この方ピックアップさせていただきました、竹井節子さん、東京都からお越しの方です。川端慎吾選手へ、質問です。夏に子供が生まれます。最近パパになった川端慎吾選手に子供の名前を考えてもらいたいんです。女の子の予定です。おー、これ責任重大な選手が分かってるよ。僕が決めるんですか。セッチャン、セッチャン決めてほしいですよね。はい、ちょっと重大ですね。ちなみに川端慎吾選手のお父様は男の子ですね。男の子ですね。なんで、はい、女の子の名前は全く考えてない。考えてない。はい、まあ、今流行りは結構ね、キラキラネームが多いんですけど、どうしましょう、純和風に行くか。いやー、純和風の方がいいですね、僕は。はい、はい、純和風。内村さん、パッとなんか思い浮かんだありましたつばみ、つばみちゃん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 もいいかもしれないですね。すごい不思議ですね。つばみちゃんね。ゆきさんとゆきさんとかどうですか。あ、ゆきですか。ゆきもいいんじゃないですか。はい、じゃあつばみさんかゆきちゃんか。はい、いいですかね。はい、ということでございます。はい、ちゃん、よろしいでしょうか。つばみちゃんかゆきちゃん。つばみちゃんの場合はどういう感じが出るんでしょうか。ひらがななんでしょうかね。ありがとうございました。それではですね、川端選手から、お集まりのクルー会員の皆さんに今シーズンにかける決意表明を改めてお願いいたします。はい、個人的にはですね、本当に全試合出場を目指して、そして去年195安打打ったんですけど、今年は200本を目指して頑張ります。素晴らしいコメントがありました。どうもありがとうございました。川端選手にも